山内さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今、何されているんですか？今、うちの新しいデモカー294のデカールの施工ですね。このシールみたいな感じが、うちのサイドストライプっていう商品になるんですけど、はい、うちのデモカーには基本的に全ての車両に貼ってあります。シール貼られてるのはもう基本的にジュクスさんがやってるっていうもう認識で間違いないですかね、アバルト社です。そうですね、まあ、ただうちの PC サイトでも当然売ってますし、お客さん個人で購入されて頑張って自分で施工されてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいます。ありがたいことにいっぱいお買い上げいただいてます。いいですね。じゃあもうメイン商品、人気商品の一つなんですよ。そうですね、割と300と立ち上げ割と早い段階から商品化してるやつなんですけど、イベントなんか行くと結構買っていただいてる車両もあって嬉しい限りですね。これは、はい、ストライプはお客さん自身で貼られる方が多いですか？イメージとしては半分の1くらいはうちで施工してるような気がします。結構じゃあもうお任せしてる方が多いですね。そう、いやそんなことないか、4分の1くらいなのかな。結構これ慣れないと結構難しい作業そうに見えますよね。初めての人はちょっと苦労するかもですね。結構シワとか入りやすいんですか？シワというよりも空気と、これ水張りって言って水を吹いてからその上から貼っていくんですけど、水が残っちゃったりとか、まあ当然空気も残っちゃったり、空気はただ時間が経てば抜けるんですよ。小さい気泡が、穴が開いてるので。あとは、こう、位置がちょっとずれたり、長いラインがあったりするんで、特にこのドア周りとかがこう、ちょっとうねっちゃったり、みたいなのは見かけたりしますね。ああ、じゃあ、これ貼ったらもう、やり直しとかって結構難しいものなんですね。完全に固定しちゃうと、ちょっと、大変です。なので水張りっていうのはそういう意味でこう良くて、途中で何回もこう貼って剥がしができるんですよね。完全に圧着させるまでの間は剥がしたりもできるんで、そこできっちりこう位置決めをしてから最後貼り込むっていう作業ですね。人気の色とかってあったりするんですか？いや特にはないんじゃないですかね。皆さんボディのカラーに合わせて、例えばボディが赤だったら白色に似合うよねとか、グレーだったらシルバーが合うよねとか、皆さん思い思いのカラーで、確かうち基本4カラーぐらいで売ってるんですけども、まあお相談いただければ特注のカラーも対応しますので。あ、じゃあ結構バリエーション豊かなんですね。うん、フィルムでそういう色がある限りは取り寄せて特殊な色もやったりしてます。ありがとうございます。最後にじゃあ、はい、ご購入いただいてる、それかあとはご購入これから検討してるお客さんに一言いただけたら。そうですね。もうすでにご購入いただいてるお客様にはもう本当ありがとうございます。もうある意味うちのデモカーのアイコンにもなってるラインなので、それを買っていただけるっていうのは、まあ、それだけうちの、ね、商品なり車なり、うちがこうプロデュースして車なりに対していいじゃんって言ってもらえてる気がすごいするので、そこは本当にありがたいです。あとこれからご購入される方は、もしご自分で施工される場合は、ちょっと困ったぞってなったらご相談ください。もしくは手慣れた板金屋さん、業者さんなりに頼む。もちろんうちでもお車をお預かりできて、その施工する日にちのタイミングがあればうちでも施工できますので、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。